さんこんにちは、蝶の舞です。私は今マレーシアのクアラルンプールにちょっと新しいビジネスのネタがあったのでやってきています。昨日おとといと大きなビジネスの打ち合わせをして、そして今日はフリーで今日帰りなので、今からリッツカールトンホテルからピンクモスクに向かうタクシーの中です。ピンクモスクで綺麗な写真を撮っていきたいと思います。中心街からタクシーで1時間、やっとピンクモスクに着きました。中心街と空港の間くらいにあるので帰り際に行くのがおすすめです。私たちはホテルにスーツケース置いてきちゃいました。大失敗。見てください、素敵な、とっても綺麗なモスク。ビジターが中に入れるのが2時から4時の間だよっていうことだったので、ちょっとねここの水辺でお散歩しながら入れるのを待っています。ここから写真撮るとすごく綺麗。2時になりましたのでモスクの中に入ってきます。入れないそうです。めっちゃ暑い。じゃあ行ってみます。モスクの中に入るのにここで靴を脱ぎます。なんかみんな靴置きっぱなしだけど、ここで靴なくなっちゃうっていう話もよく聞きますが、置いていきたいと思います。中に入りましたが、ロープがされていて自由に歩き回ることはできないみたいです。ここから見るだけということで、どうぞ。わー綺麗、天井がすごく綺麗で、天井がまたあのヨーロッパの教会と違ってシンプルなんだけどこうセンスがいいですね。ギラギラしてなくて、ごちゃごちゃしてなくて、絨毯もピンク、色が統一されていてすごくセンスのいい静かな空間になっています。お祈りしようかな。今年まで初詣してなかったかな。ちょっとお祈りしたいと思います。手叩かなくていいのかな。今2つ願い事しちゃいました。多分叶う。多分これがお金を寄付するやつだと思うんですよ。ここにあのコインを入れる隙間があるので、なのでここに小銭、なんだかわからないけど小銭を持ってたのでこれを入れたいと思います。本当にここに入れるのかな。わかんないけど入れちゃった。ここで履いて出たいと思います。もうちょっとね中でゆっくりできたらよかったんだけど、人がいっぱいで混み合ってるのでそろそろ出たいと思います。暑い。ここでもうこれを脱げるそうです。脱いで外に出たいと思います。暑すぎてもう無理。あれ
このね、着るのがめちゃくちゃ暑かったです。なのでちょっと長いはできないということで、ね、この辺で退散したいと思います。ピンクモスク綺麗でした。チャンネル登録はこちら。他にもインスタやツイッターやってますので、ぜひ登録してください。ご視聴ありがとうございました。